もしもし。もしもし、YouTuber のノックさんから被害を受けた人ということ。はい。ではちょっと被害内容の方を教えてもらってもいいですかね。これは私の考えで、最初はなぜ犯罪者に仕事があって、私みたいな障害者には仕事がないのか。 っていうです。犯罪者って、まあ、罪を償って出てきてはいますからね、でも彼らも。あの、んのいろんな意見を聞いて、一度は納得したんですが、うん、その後も、ずっと、ご相談とかあって、うん、配信に何回か上がらせてもらったんですけども、うん、ノックリスナーの方々の大勢からの誹謗中傷があって、うんうん それはは何かか原因があったのででなくですか私は一度お酒を飲んで配信に上がらせてもらったんですよあとノクリスの方と通話ししした時に発してしまいましただからそれが理由で見てる人が不快に思っていわゆる叩きコメントみたいなのを書いてしまったのではそれはわかるんですけれども、えー、今回の相談としては何を解決したいのか その後私は精神的にもおかしくなって。 なんかあなたが不謹慎な発言をしたことに対してなんかみんな叩いてるみたいな風に言ってるんですけど不謹慎な発言確かに私は命ネタを使い不快な思いをさせてしまったことは本当に反省してますしノックさんの配信中に皆さんに謝罪をしました私は虚言壁ではないんですノックさんの LINE に全て証拠を送っております虚言壁じゃない 何回も巨源癖外薬ババ消えろとか大勢から大量の誹謗中傷を受けまして命ネタみたいなんをしてしまったから誹謗中傷を受けてるんじゃないの結局誤ったからもうやめてほしいっていのが言いたいってことあそうでです私は薬を飲んん寝寝ないと寝れないいとれんか今来てるのは、はい、ノックさんの放送に上がってリスナー消えろゴミなどな なんかいろいろ暴言を吐いたからリスナーも怒ってるみたいな風に言ってますけどそれについてもちゃんと謝ったんですかね謝りました配信中に<ー>で無ですね許されなくてですね謝ってないって言ってますよ皆さんいや視聴い謝罪しましたよじゃあ今一度もう一回謝罪したらいいんじゃないですかそしたらこれ以上叩くのは過度な叩きになるっていうかそれはしたくないんですかねいやする気持ちはあるんですが軽い気持ちで当然の人が私に対して被誤中傷をしたことは許さ れるのにいや別に許されはしないですよ。例えばクズ野郎がいたとしてもその人を誹謗中傷していい理由にはなんないんで、まあ、もちろんノックの視聴者も悪いですよ。悪いんですけど、まあそれを止めるためにも謝罪は必要なんじゃないかなっていう。始まりはあなたなわけですから。落ち着かせたいなら謝罪するべきじゃないですかって言ってるんですよ。ノックさんとも通話したいんですが。ああ、呼びますよノックさん。呼ぶのはいいんですけど、何の話をするんですかノックさんも混ぜて謝罪。ああ、そういうことですね。もしもしお世話になってます。すいませんノックさん。ご存知ですかね、この方は。 ああご存知ですはいこの方がですね今なんかノックさんの視聴者から誹謗中傷を受けてると<ー>原因としてはまあ自分がね不謹慎な発言したりとかリスナーに暴言言ってしまったことをまあ理解されているので、はい、それについてちょっと謝罪したいって言ってるんですよなるほどはいはいはい謝罪するのでノックさんの視聴者からの叩きをやめてほしいっていうのは一言言ってほしいってことですよね多分ノックさんに毎回あのコメントで叩くのはやめてくださいっていうのは一応注意はしてるんですけど言ってはいるんですねノックさんリスナーの皆さんあと私たち がしたイスナーさん、私が不謹慎な発言や暴言や命ネタを使い、命ネタって何？ノクさんの配信を荒らしてしまって本当に申し訳ありませんでした。町内放送 ノックさんとリスナーさんの悪口をツイッターに書いて申し訳ありませんでしたはい全然いいですけどコレコレさんを入れる理由は何だったんですか、ね、<laughs> 確かにそノックに言えない理由は何かあったんですかコメントが怖くてああノックのところねノックのところのコメントがどうか知らんけど<ー>俺のところ今相当ひどいけどね見ないことをお勧めしますあと配信のつ中上がらないっていうのもいいと思いますけどねそしたら別にそんな誹謗中傷もコメントも来ないし一時の感情でね、はい、暴言吐いてしまうのもよくないですからねでも、はい

あげたら、ね、まあ無理にね、うん、この人追い詰める必要ないからねだっていくらひどいこと言ったとはいえ、うん、もういいでしょあと僕の放送でもね今後はランチューさんのね誹謗中傷やめてくださいって言いますので、うん、うわ素晴らしい対応相談はこれこれさんにしてもう大丈夫でしょうかどうしますノックさん <laughs> いやいや、僕はね、コメント荒れるかもしれないから、小声さんのとつまちとかと。まあ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 、じゃあそうっすね。それでも全然いいですけど。うん、でも僕のところもコメントそんなね、優しくはないので、やっぱ人も多いですし、まああまり上がらない方が一番いいんじゃないかな、書き込みとかが気になるなら。いや、もうちょっとね、ここ最近ね、の のとこの突射からのアフター相談みたいなのがめちゃくちゃ多いんだけど、ノック、ノックこれ選んでるのこのなんかこういう人いや、選んでないですよ。<laughs> なんでこんな同じような人が来るのわかんないですよ。でも選んではないです <laughs> あ、そう。ノックさん、私をバカみたいな発言されてたじゃないですか。私が障害者ということを最初にお伝えしたじゃないですか。それでもリスナーさんが私をバカ扱いしたり、すごいひどい ココメメンントト書いたり最初はそんなコメントありませんでしたあと相談内容が何で犯罪者に仕事があって私に仕事がないんだってことでそれは犯罪者の人も罪を償って社会復帰しないと、うん、じゃあずっと犯罪者の人が無職のままだったら逆に駄目でしょって話でっていう,うに。うん それでも犯罪者に仕事があるのがおかしいってずっと言い続けたから多分若干コメントが荒れたのかなと思いますけどでも事実じゃないですか犯罪者って犯罪を犯して、うん、刑務所入っていやそこで罪を償って社会復帰するまでがだから仕事がないとだってシステムとしてもう結果やなそれはもちろん障害者の方もねだって仕事はあるはずですよ障害者の人みんなが働いてないみたいになってないじゃないですか日本のシステムって一定数仕事はありますよそうなんですけど、はい 私がすごい納得いかないのはですねノックさんの配信でちゃんと謝罪をしました <laughs> したんですかノックさんこれでちゃんと謝罪はまあされてでその後にまた煽ったんですよね<ー>煽ってで終わってますねなるほどねまあそれじゃあちゃんとした謝罪とは言えないですよね土砂、うん、さん煽ったままで終わってるのでまあそれはさっき聞きましたよ大丈夫ですですが私に対して で大勢のリスナーさんからの誹謗中傷は謝罪受けてないんですよ私は。 リスナー一人一人が謝罪するっていうのもちょっと難しい話なんで、しかも煽りで終わったからそうなってるわけですよね、でも。さっき、ちゃんと謝罪をしました。めんどくさいからノックリスナーさんごめんなさいって今ツイートしようんないで、今 DM が来ました。ノックリスナーです。ごめんなさいって来ました。伝えてあげてくださいだそうです。しかもコメント欄でもごめんなさいって書いてありますね。多分ノックリスナーさんだと思います、これ。今たくさんのごめんなさいが来ております。もうこれでどうでしょう彼らも反省したみたいですよ。私は、生涯になりたくってなったわけではございません。うん んなそうでしょうね行政から障害年金をいただいてるのも申し訳ないんですまあでもそれはねもらえる権利があるんでもらっておくべきだと思いますよ働きたい気持ちがあるのは確かなんですがなかなか私みたいな障害者は働きける口がないんです <laughs> 働きたいってことですか社会貢献を少しでもしたいんですそれはね立派な考えですけどでも現状なんか今難しそうじゃないですかだからそのできるタイミングが来る馬 ではもらいながら頑張るしかないですよねで、社会貢献したいんであれば多分こんなところに上がらない方がいいと思います難しいかもしんないけどでも仕事をね探す努力をもうちょっとしてみたら<う>いっぱいいるよね<う>だって障害者の方で働いてる人ねノックあ、いますよ。市役所によっては障害者の方を雇用するっていうところもありますから、ね、うん。ちょっと待って来てますよ DM ノックリスナーです本当にごめんなさいそこまで気にしてると思ってませんでした <laughs> 反省しましただってこういう人もいますから未だに言う人ももちろんいますよネットなんでそれをいちいち気にしてたらもう社会貢献なんて絶対 ででできなないいいんん本当にその社会貢献ししたたと思うんだったらそれに向けて頑張るしかないですよね、はい、厳しい意見も来てますけどこのコミュニケーション能力であれば仕事をするのは難しいかと思います自分の一方的な意見を言うだけでは働くのが難しいのでもう少し相手の話が聞けるように努力したらいかがでしょうかとのことです性格はもう治らないと思うんですじゃあ難しいんじゃない結局何が言いたいんですか奥さんもああい,いえ大丈夫ですけはいツイキャスの方にも しつこく何回も電話をして、さらには煽るようなことをして、すいませんでした。誹謗中傷されたことにより。寝れなくなったんですよね。<つ>それ聞いたやん。ちょっと聞いてもらっていいですか。いやいや、もう同じ話じゃん。<laughs> 違う話なんです。じゃ、もう本当それ最後ね。それ一個だけにしない。おお、かんだやな。誹謗中傷を受けたことにより。私の心は恨みの気持ちでいっぱいになって。 でツイッター上で暴言入っちゃったでしょでそうです。聞いたやん。それ削除してきます。本当に申し訳ありませんでした。はい、わかりました。二度としないようにね。はい、じゃあ、ノックもありがとう。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。長すぎだろ。いいよな、アーカイブ勢はな、2倍速で聞けるからな。<laughs> でも2倍が4倍でちょうどいいぐらいだからな。ただ、俺の言葉だけがめっちゃ早口になるけど、リアルタイムで聞いてる俺らの気持ちわからんからな、アーカイブ勢は。だいぶきついぞ。なんか、どっと疲れてしまったわ。